会でもですね、いろんなこの問題点も指摘をされておりまして、ことはこの子どもさん、小さな子どもさんの問題であるので、おろそかにしてはいけないと、まあ、これまで、どちらかといえばスタート時点では量の拡大、待機児童の解消という観点から量の拡大を主眼にしておいてやってまいりましたけれども、やはり子どもさんの問題なので質をしっかりどう確保していくかという観点から、検討委員会を設置をさせていただいて、あらゆる、観点でこの質の確保を進めていくかということについて早く検討を進めていきたいなと、その検討の結果に基づいて改善策をちゃんと講じていきたいというふうに考えております。読売新聞の山口です、はい、今回は好事例ということでいらっしゃったと思いますが、はい、何かその今後の対策を検討していく上でヒントになるようなところはどんなところがあるんですか。そうですよね、私個人的にはですね、なんて言いますか、申請が上がった際に、数学が、いろんなポイント制で判断しておられるんだろうと思うんですが、その判断の材料の中に、もう少し働きながら、あるいは子育てができる仕事と、子育ての両立をしっかりやっていけるかどうか、当然これまでも入っているとは思うんですけれども、そういう観点ももう少しこの子どもの観点に立ってこのしっかりと強化をしていくべきではないかなというところを強く思いました。それからですね、やっぱり今度10月から、この幼児教育保育の無償化、完全無償化は3歳児以上ということでありますが、いずれ0、2歳児の方々もこの無償化の世界に入っていく、世代に入っていく。で、0、2歳児については、これまでも経験負担軽減やってまいりましたが、今回も所得に応じた負担軽減ということでやっていくわけでありまして、いずれ将来を睨みながら、いろんな問題であるというのを承知しておりますが、その解消に向けて頑張っていきたいというふうに考えております。よろしいですか。ありがとうございます。どうも。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。